ダッチパートリッチドッグはオランダのドレンテ修原産の調料犬種の一つである。別名はドレンチェッパトライスホンド。16世紀に貴族から一般の人まで幅広く使用できる万能な調料犬を目指して作出された。フレンチポインターをベースとしてフランスやスペインから輸入された調料犬種を掛け合わせて作出された。主にキジやウズラ、岩ワシ雷鳥。 脳兎を狩るために多目的に使われた。嗅覚で獲物を捜索し、発見すると主人に知らせるためにポインティングを行う。この際、必要に応じて主人の指示により獲物を茂みから飛び立たせるフラッシングを行うこともある。飛び出した獲物は主人が猟銃によって仕留め、それを回収して狩猟は完了する。この他にも農場や家を見張る番犬や、 課金を泥棒などから見張る森金券などとしても使われている。現在でも、オランダでは実用犬ペット、ショード毒グとして人気の高い犬種であるが、不思議に公認登録された今日でも、あまり原産地以外では飼育されていない珍しい犬種である。スパニエル犬種とポインター、セッター犬種の接中のような姿をしている。だが、サイズの大きさや性質などから、 スパニエルではなく、ポインター、セッター系の長料犬である。容姿は整っていて、頭部はやや小さめである。筋肉質で引き締まった体を持つ。胴は長めだが、背はほとんど平らで丈夫である。足も長く、走るのが早い。マズルは短めで、目つきは性格通り優しい。耳は、飾り毛のある垂れ耳、尾は、ふさふさした垂れを。コートは、 ロングコートで、毛色は、ホワイトブラウンなど、体高55から63センチメートル、体重21から23キログラムの大型犬で、性格は知的で、忠実、従順で迷路、情が深く優しい。他の犬や子供に対しても優しく接することができ、しつけの飲み込みや状況判断力も優れている。愛好家は、 本種が聞き分けの良い利口な犬種であると推している。運動量は普通で、かかりやすい病気はごく稀に起こる。皮膚病くらいであると言われている。ありがとうございます。